こんばんは、ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス始めていきましょう。スターホースポケットプラス、はい、ということで、今回は宝塚記念に出走させます。これがですね、メンバーがというより時代が1991年に戻ってきましたね。イベント開催中です。気合十分ですね。ますが、まずまずでしょうか。コストバ体重が492キロだからちょっと怖いな。何か用ですか。とりあえず6キロ重い。これを2周で絞っていかないといけない。つらいな。イベント開催中です。パートナー調教。しかし元気ですね。ここは調子を回復させたい。馬体重です。今週はレースがあります。ではレースの週、まだベスト馬体重492キロですね。まずまずでしょうか。あ、プラス4キロいかないとあかん。元気ですね。何か用ですか。これでベストバ体重です。出走できます。ちょっと最後絞りすぎたかな。果たしてどのような結果になるんでしょうか。1番人気です。お、一番人気になった。しかも 1.9 倍。投票受付を開始します。マックイーン、ライアンに。次いで一番人気マックイーン、ゴアに、ね、出てきましたよね。馬娘の、そう、東海帝王を破っておりましたね。それは翌年の春の天皇賞になるわけですが、その前年、マックイーンは93年まで3連覇を狙っておりましたが、93年はライスシャーにやられましたね。 その G1 1勝目です。でマックイーン、ライアン強力です。ホワイトストーンもいます。大隅車内もバブーメモリーも。バンブーメモリー出てたんですかね。あ、まあ、宝塚だったら距離はいいか。この宝塚記念は、マックイーンがメジオライアンにやられてしまいました。この距離になると、ライアンかってなりますよね。横山典弘。さあ、グランプリ、春のグランプリ宝塚記念、マックイーン、ライアン、両目白との対決となりそうです。全国の競馬ファンの熱い視線が注がれています。宝塚記念、まもなくスタートであります。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。あなたの夢はメジロマックイーン、カライアン、カストーンか。私の夢はバンブーです。果たして先頭に行くのは。10番ホワイトストーンが先頭に立ちました。1番イーデサターンが追いかけます。ミスタージプレノン、その外にメジロマックイーン、片野川上、勝利天狗、タイイーグルがそのうちにいます。後ろですね。第1コーナー、その後ろ3馬身くらいあって、9番メジロライアン、ちょっと離されまして、11番大隅車体、5番クリエの馬体、バンブーメモリーであります。そしてその後ろからイーデセゾン、
もう一度前から整理してみましょうか。イーデサターンは先頭です。これと一緒にホワイトストーン、ミスターシュクレノン、メジロマックイーンがその後ろ、ばらけたレース展開であります。勝利天牛、これが一番人気の片の川上、岡部騎手、この手応えはどうか。そのうち2番ダイイーグル11頭が第3コーナーに向かいます。9番メジロライアン、探し相手11番大隅車載、5番クリエノバサイ、バンブーメモリー、そしてそのうちに4番イーデセゾン、依然先頭イーデサターン、それからもう1頭ホワイトストーン、6番ミスターシュクレノン、外を通りまして8番メジロマックイーン、緑の帽子にご注目ください。マックイーンが上がっていった、それとともにかぶせるように片岡川上、阪神のスタンドが揺れています。マックイーンが2番手、このまま抜け出すか、先頭ホワイトストーン、2番手ホワイトストーン、メジロライアンも追い込んできた、届かないと、メジロライアン先頭岡部と片野川上、外から大隅車台、内田飛んでいる大隅車台、片野川上か大隅車台か、首の上げ下げ、さあこの1着は際どいぞ、倒されてるやん大隅車台に、ちょっと意識が前に行き過ぎた感じがします。なんと大隅車台でしたね。こういう番狂わせよく起こります。いまいちでしたか、距離が合わない、1着11番2着、それも不思議な感じです。あの2000とか2400とか今回距離の方がいいんですかね、まあ、微妙に距離長かったかも。戻ってきました。2200上限ですからね。元気ないですね。782いい感じですね。何か用ですか。イベント開催中です。イベント開催中です。前へ出て引っ張る競馬の方が合うのかな。まあ勝ててることは事実なんですけど、一瞬のキレにやられる危険性はありますね。イベント開催中です。積極的に前へ出てそこでそれを見出さなければならないってことなんでしょうか。イベント開催中です。レース見てると、ああなるほど、札幌記念出しましょう。適正な馬体重です。スペシャル会話ですね。イベント開催中です。大根をおすすめされてますね。まずまずでしょうか。また岡部騎手、このゲームの岡部騎手ってそんなにいい印象がないんですよね。イベント開催中です。血が落ちてる。適正な馬体重です。嬉しそうですね。今週はレースがあります。まずまずでしょうか。いい感じですね。何
か用ですか。さあ宝塚じゃない、あれ、札幌記念行ってみましょう。残り17周ですね。どっかで見たような人だな。一番人気です。 1.1 倍ダントツの一番人気。ただいまより投票受付を開始します。2番人気はメジオマーシャスですか。でメインキャスタースーパーシンザンと続きます。これは勝ってほしいところです。しかと雄一機種か。さあ岡部機種で登場です。札幌記念。実です。今年も名勝負が期待できるか。和産地北海道で行われる大一番。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。いいさあ何が行くのか。東証春子が先手を取りました。逃げますね。外から1頭9番梅のアクティブ、また引いちゃいましたね。10番メジロパーマ、メジロパーマもいるや。12番茂野馬体メジロマーシャス、そして5番手に高野川勝であります。オラタリオ12頭第1コーナー確かにローカル出たり、スーパーシンザンがかわしていきました。ローカル出たり障害出たりしてましたからね。いろいろ鍛えていた。上がってまいりました。名称マキーナ模索してた時です。ちょっと離れて5番リアル Z でやります。昨年は12頭第2コーナーミニカーブを取ります。もう一度前から整理してみましょうか。先頭は依然として4番東証ハルコ、外を通って10番メジロパーマー縦長になってまいります。9番梅のアクティブ、東証ハルコと3番手12番メジロマーシャス、それからもう一頭8番片野川上、そしてその後ろからスーパーシンダン、これと一緒にオラタリオ、それから足毛の馬体ダイナバトラー、内を通りまして2番メインキャスター、そして外からは7番名称マキーナ、3番ヤグラステラ、差が開いて5番リアルゼット、依然先頭東証ハルコでやります。3番手に上がってきたぞ。競馬場のスタンドから大歓声が上がります。持つのか東証ハルコを捕まえられるか。まあ、もう先頭に立った。畑野川上が差を詰めてきた。畑野川上爆心、畑野川上が爆心ですね。そのまま逃げ切ってしまうのか。こっちに行った。これはもう楽勝です。圧勝です。畑野川上一着ロントバー強い。いやーこれはすごい。あんまり重賞でこれ言われることはないですね。 G2 クラスなら完勝なんでしょう。よく頑張りましたね。1着8番2着1500枚だから G1 2着より低い。確定しました。オールカバーだと2200でちょっと長くなっちゃうんですよね。なので2000を主体に走りましょう。もっと鍛えて上を目指しましょう。富山調教師みたいなこと言うな。でも彼女なら言いかねないですね。イベント開催中です。元気ですね。これ何、いい感じですね。秋まで行くか。凱旋門賞じゃ長いが秋天は出したいな。点出すためにはやっぱり地道に週を進めるしかないのか。イベント開催中です。まあこれはあの自動で進めておきます。イベント開催中です。今何キロ、486キロ。ベスト馬体重は引き続き492キロなので、少なくても3周はこのまま進めないといけません。次走は秋の天皇賞行ってみたいと思います。一番人気にはなったことがあるけどまだ勝ったことはない。今回はここを狙って勝ちに行きたいと思います。まああと香港ぐらいしかないですからね。 G1まあ東京大賞典もいいかもしれないですね。ひとまず次は
天皇賞秋、1999年の秋ってメジオマクイーンが社交で膠着した年ですね。プレクラスに枝騎手が、繰り上がりで優勝。まだ20歳ぐらいだったかな、枝騎手。いや若かった。ですね、2着誰だったっけ、カミノクレッセだったっけ。カミノクレッセ短いよな。まあひとまずこのように、秋の問題の秋の天皇賞やっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。イベント開催中です。ということで、よろしければチャンネル登録高評価お願いします。たくさんこのスターホースポケットレース動画上げております。プレイリスト説明欄に URL 載せております。見てください。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。ゲーム動画でいこうではですね、ライブ配信も行っております。ツイッターなどでお知らせいたします。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。